それでは知事囲み取材を始めます。まずは知事からご発言があります。はい、まず 私からですが、大阪において、大規模な抗体検査の第2回目を実施をいたします。アスマイルを使った新型コロナウイルスの抗体検査の3000人規模の抗体検査を大阪府下で実施をいたします。でこれは前回第1回目6月に実施をいたしました。まあ、その時は大阪府の抗体保有率 0.17% ということでしたが、まあ、この間それから約半年が過ぎて、現在の大阪における感染の状況、まあ、見えない感染も含めた感染の状況、そして大阪府民の皆様が抗体をどのぐらい持たれているのか、そういった検査、大規模検査を実施します。で実施の方法ですけれども、前回と同様にアスマイルを使った募集をしたいと思います。アスマイルというのは何かというと、これはもう大阪府独自に、これはもうコロナが始まる前からですけれども、健康サポートアプリということで、大阪府全域で、この登録をお願いしている、そういう大阪府のアプリです。健康管理アプリというようなものになっています。で、これをなぜ活用するかということですけれども、このアスパイルには住所とか年齢とかそういったことも登録をしていただいてます。スピーディーに抗体検査を実施することに合わせて、それぞれの年代とか住まれている地域とか、そういったものをまんべんなく受験者を決定するのに、非常にアスマイルっていうのはツールとして分かりやすいものですので、これを使って迅速に抗体検査を実施していきたいと思います。規模については3000人程度です。で区域を4つのエリアに区分します。大阪市内で1000名、そして大阪市外の北部、東部、南部合わせて2000名、この北部、東部、南部では大体3分の1ずつにします。で年代も20代、30代というふうにこうきれいに年代を割りながら、この情報が収集しやすいようにですね、分布ということも制度設計をしてまいります。で府民の皆さんにぜひご協力いただきたいというのは、この抗体検査に協力してもいいよという方におかれては、すでにアスマイルに登録されている方はそのまま募集をしていただきたいと思います。でまだアスマイルに登録してないという方は、今からでも当然アスマイルには登録できます。アプリを取得するだけですので、簡単に登録できますから、それを登録していただいて、募集をしていただけたらと思います。11月27日の14時から12月の2日までを募集期間とさせていただきます。そして12月の10日頃に、その年齢とか性別とかそのエリアのバランス、これすべてこちらで管理できますから、そこでバランスを取った受験者の決定ということをさせていただきます。そして12月の14日から25日、今年度12月の中旬から月末にかけてですけども、あらかじめ定めた場所で採血を行います。簡易の抗体検査ではなくて、かなり精緻になっていきますので、その採血をさせていただいて検査をします。そして1月の中旬にご本人にも通知を差し上げます。そしてこちらもデータとして発行するということになります。ちなみに現在アスマイルに住所登録も含めて行っていただいている方は11月19日時点で14万8000人です。でその対象地域の方に対して募集して抽選で受験者を決定させていただきたいと思います。アスマイルは住所登録せずにアプリだけダウンロードして使うこともできますし、住所登録もしていただいている方もいらっしゃいます。今回は住所登録をしていただいている方を対象にしたいと思います。というのもそのエリアで分けますし年代でも分けますから、このきちんと登録をされている方にを対象にしてこの募集とそして決定をしていきたいと思います。でこの1月中旬にだいたい結果が分かるわけですけども、大阪府下におけるこの抗体を保有されている方の割合であったり、それが6月から比べてどう 増加しているのか、この区域の感染拡大、見えない部分の感染拡大も含めてこれは調査をして、そして今後のコロナウイルスの対策に役立てていきたいと思います。
でこの仕組み自体は前回もそうですけど国で統括をしながら進めている制度でもあります。前回は確か大阪、東京、そして、宮城の3カ所でしたけど、今回は5カ所か6カ所になるということを聞いてますが、まあ、その中に大阪が、まあ、僕の方も大阪をすべきだという要請もしてましたし、まあ、大阪が該当するということです。まあ、トータルでいくと国全体でもどうなっているのかというのを調査するという調査でもあります。府民の皆さん協力してもいいよという方はぜひ募集をお願いしたいと思います。ここからは以上です。それではまず府政に関する質問からお受けいたします。 NHK の西村です。今日から飲食店への時短または休業の要請というのがいよいよ始まりますけれども、まあ、改めて府民の皆さん協力していただく皆さんへの要請をいたします。現在、大阪における感染というのは拡大傾向にあります。また重症者も増加しています。今日から飲食店、居酒屋、特に大阪の中心部繁華街における時短要請を行うということになります。事業者の皆さんにおかれましては、今医療がどうしても逼迫している、そして重症者を抑えていかなきゃいけないという中で、ご理解とご協力をよろしくお願いします。また府民の皆様におかれましても、基本的な感染症の対策、この2週間が勝負だというふうに思っています。12月11日まで時短の要請をいたしました。府民の皆さんにおかれましても、12月11日までこう集中した期間として、この手洗いであったり、うがいであったり、マスクであったり、消毒であったり、3密を避けるであったり、徹底した感染拡大防止策を取っていただきますようよろしくお願いを申し上げます。なんとかこの2週間、時短要請をしているこの2週間で感染の山というのを抑えたいと思います。そして府民の皆さんの命を守るということを実現したいと思いますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。あともう一点、昨日の発表 の感染状況で見ますと、重症者が108人ということで、国の昨日もお伺いしましたが、昨日国のステージ3から4への移行の中のステージ4の移行基準というもの の 50% 超えというのが、重症者の病床の部分では、まあ、上がってしまったと、まあ、全体の病床に関しても46点ぐらいの感じになって、数字だけで機械的に上がるものではないですけれども、今の地としての受け止め、そのステージ、昨日ステージ3から4の移行時期にあるということでしたが、もうすでに4にもう一歩足を踏み入れている状況なのか、それとも現時点でもどういう不安なのかというところをお願いします。まさに、ステージ3から4へのもうこう移行する、そういった状況だと僕は思っています。ですので、このステージ4に該当しないようにですね、感染の山というのを抑えていきたいと思います。で、もちろん数字だけを見ればですね、もうこれはステージ4に近い状況になっているというのはその通りですし、やはりそれだけ感染状況というのは逼迫、感染拡大と、医療体制は逼迫しているというふうに思います。まあ、これも国もステージ4 この数字だけ見て判断するべきではないよと、総合的に判断すべきというのが国の判断だと思いますから、まあ、そういった意味でステージ4にこうできるだけいかないようにするためにもですね、この2週間の感染拡大防止策、ぜひこれにご協力をいただきたいと思います。で、僕自身はそのステージ4の判断としても、単に数値はもちろんそうですけども、日々の感染の拡大の状況だとか、その右肩上がりになっているかとか、まあ、そういったことも踏まえて判断したいと思います。まあ、日々の感染状況、人数でいくと、これはもう突破した、まあ、突破したからもうそれで終了じゃなくて、突破してその角度はどうなっているのかと、そういったことも踏まえた上で、やっぱり機械的に判断するというよりは、それぞれの数値をもちろん大切にしながらも、大阪における感染拡大のカーブがどうなっているのか、これを非常に重視しています。ですので、そこも踏まえた上で判断をしていきたいと思います。今の現状認識は、まさにステージ3から4に移行しつつある状態だと思っています。で、一方で、まあ、総合的に僕は判断すべきだと思うので、なんとかこの今日から時短が始まりますけれども、2週間、
ここで都民の皆さん、事業者の皆さんのなんとかご協力も得てですね、感染を抑えることによって、その感染の爆発が拡大にならないということを目指していきたいと思います。なので一時的にこう数値をこう1日ですからクリアするときはあったとしても、それがイコールステージ4というわけではなく、その感染拡大の山を見てやっぱり判断する、まあ下降曲線の中で、下降曲線でも重症者って後で増えてきますから、下降曲線に入っているのに重症者が増える、これはあり得る話で、その下降曲線に入って重症者が増えている状態の時と、それはいずれ重症者減っていくわけですけど、上昇曲線のままずっと増え続けてその数値に達している時と、やっぱりまた意味も違うと思いますし、まあ、そういったことも総合判断しながら判断していきたいというのが一つと、もう一つはステージ4というのは、これは国の基準でもありますから、僕自身大阪でやっぱり大切にしている、まあ、国の基準も十分参考にしながら、大阪における判断基準、大阪モデルとしては医療の逼迫体制、それを非常に重視しています。重症病床の使用率が 70% で赤信号をつけるということを一つの判断にしていますので、そこでもう一つの行動変容をお願いするということにもなると思いますが、僕はどちらかといえばそちらの方を重視をしています。もう一つの行動変容をお願いするということは、うん、例えばもう外出を自粛してくださいとか、そういったようなレベルになってくるでしょうか。それはそうならないようにするために、重症者の病床使用率が 70% に達することがないようにですね、感染拡大の山を抑えないとなかなかそこは難しいと思いますから、そうならないようにする呼びかけをと対策を打っていきたいと思います。チーム地元です。先ほどお話ありましたけど、まあ、ここ数日300人台ということですけど、まだやはり下降曲線に入って、まあ、下降の流れに入っている、まあ、落ち着いているというのは見るというのはまだ時期尚早という考えです、チームとして。そうですね、まだ分からないですね。今日の数字も分からないですし、またこの3連休の時に490人一挙にぐんと天井破ったような時もありましたから、また同じようなことになるのかならないのか、きっちり見極めたいと思います。ちょっと先のことはなかなか予測は、今日の数字も予測できませんから、予測というか今日明日の数字も、まあ、今日の数字も出てこないという方報告を受けますけれども、明日明後日の数字なんてもわからないので、まあ、誰もわからないわけで、その感染状況を見た上で、じゃないとちょっとそこはわからないですと。大阪府の病床計画で、まあ、フェーズ4に移行されてから、まあ、しばらく経ちますけども、うん、この、まあ、予定通り206床の準備がいつ整うのかみたいな、まあ、目処といいますか、やはり、まあ、そういった移行の準備についても苦戦されているという状況でしょうか。重症病床の確保については206床、これは患者が増加すればそれに応じて当然確保していきます。これは確実に確保していきます。ただその確保するにもやっぱりお医者さん、看護師さんはものすごく大変な中で調整してもらうというのも事実です。ですので日々の重症者の数の増加というのをきちんとやっぱり見極めた上で、運用病床もそれに合わせて、当然それを重症者を超えることが足りないことがないようにしながらも、実質運用するというのはどんどん増やしていくという進め方でしていきたいと思います。だからこのいつまでに、というか重症病床、もし重症患者が今このまま減っていったらそれはもう必要なくなってくるわけで、感染拡大減っていったら必要になってくるわけで、でもこれは今右肩上がりの状況になっているので、今は当然増やしていかなきゃいけない時期ですから、まあ、増やすお願いをしているという状況です。ですので、まあ、できるだけ早くということにはなりますが、感染拡大の状況もきちんとこう見ながらできるだけ早く、206床というのは確保したいと思いますし、確保これはします。ただやっぱりその重症患者の状況も見極めながら、そことも並行させながら、確実に増やしていくということを今進めています。まあ、病院のやっぱ協力がいりますけど、医療も協力してくれてますので、増やしていきたいと思います。だからやっぱそれを超えてはならないようなので、そこをちょっときちんとアンテナを張りながら増やしていきたいと思います。超えてはいけないというか、その重症者の数が実運用数を超えてはいけないので、そこはきちんとこう把握をしながらですね、増やしていきたいと思います。4人目に鹿島です。
昨日から実用の数に占める割合も公表されるようになったと思うんですけど、一応その理由をさせてください。大阪府においてはあらゆる情報をできるだけ公表しようというのが基本的なスタンスです。ですので、今実運用数がどうなっているのか、もちろん確保数というのがどうなっている、206床確保を、これは計画運用で、これは病院とも確保をお願いをして、約束ができている数字、そして215が目標数ですけども、これもきちんとやりながらですね、今重症の患者も増えてきているということで、じゃあ実際の実運用数は どうなのかということも、これは日々分母も変わりますから、割合というのはあまり僕は意味はそこまで分母が変わる以上、その割合の考え方もちょっと変わってくるわけですけど、僕自身はその実運用数がどうなっているのかということもやっぱり公表して、あらゆる情報を公表した方がむしろ適切であるというふうに判断をしています。このタイミングで、実運用数の割合もでもかなり今80数パーセントっていうところの100に近づいてるから出したっていう、このタイミングで出したっていうのは、いや、これはもう正確な数字、つまり要は皆さんも実運用数と何て言うんですか、その計画数というか病院が確保している数字と比べて確保できないんじゃないかとか、もう毎日をやり取りするじゃないですか。でテレビでもジャジャーンって出して、実は実運用数の病床数はもう 90% でありませんみたいなのもどんどん出されるじゃないですか。だからもうそれはむしろこちらの方が正確な数字を出した方がいいということが、僕はリスクコミュニケーションとしてもあるべき姿かなというふうに判断しているので、重症者がやっぱ増えてきている、で重症病床というのも非常に比較している状況にある、で実運用数がどうかというのはこれは出すと、そこの方が情報公開としては適切だと僕は思うんですね。特に重症者がもしくは少ない時はそこまでする必要はないんですけれども、重症者が増えてきている中で実運用数がこういう状況で、そしてこういうふうに増やしながら今やっている医療体制はもちろん逼迫しているというのもきちんと伝える必要があると思ってますし、できるだけこういう情報を出せば出したで、またメディアの皆さんから僕も含めて批判されることになると思う、批判材料もいろいろ出てくると思うけども、むしろそれは出した方がいいという判断で出してます。だからそれは他の都道府県とかので出すべきじゃないかって、メディアももっと言うべきじゃないですか。大阪これだけ出したら、出したで大阪はこんな逼迫したよって一生懸命メディアで一生懸命言うわけですけれども、もう他の自治体どうなってんのっていうのも、もっとメディアとして追求すべきだと思います。大阪としてはできるだけいろんな情報を出せる情報は出していきたい、出すべきだというので進めるということです。ただその実運用数も申し上げた通り分母が変わっていきますから、ちょっと前までは110床台だという話出て、110何床だという話出てましたけど、数日前、今133床まで増えてきてますから、そういうので分母もやっぱ増やしていきますんで、そこももうある意味ガラス張りにしてフルオープンにして皆さんに情報公開すると、その中で我々としては日々当然重症病床確保に努めていくし、病院の協力も仰ぎながら進めていきたい、そういう考え方です。はい、どっちの方がいいのかわからないですけどね、僕はもう出すべきじゃないかっていう判断です。全て内緒にしとけばあまり批判はされないですけど、できるだけ出していこうというのが我々の考え方です。コロナ受け入れ以外の医療機関にも緊急要請という形で出されたと思うんですが、その中身と今このタイミングで出した理由と狙いというのを、その中身について公表してるじゃなかったのか、なので、コロナの重症病床も逼迫しているという状況ですので、ですのでまずは例えばもうその感染のリスクがもうほぼないような状態になっている重症者の方は、そのコロナの治療はもうこれコロナの感染リスクがもうほぼないわけなので、その他重症者の患者の方は例えば一般の病院で、ね、元いた病院で見てくださいというようなお願いであったり、そういった
重症病床をコロナの、まあ、必要な方にきちんと治療できるようにする、この大阪府下における医療の全体最適を図っていくべきだという意味での、まあ、広い意味では、まあ、そういった意味で、全医療機関に対して のお願いをしたということです。全部の医療機関は大阪で500あります。でコロナの治療をやってくれたのが70の病院です。で70の病院で専門的にこう重症病床で見たり中等症見たりしてるわけですけど、まあ、そこで、重症患者を見ている中でですね、もうこれのすごい長期間その ICU でコロナの専門病院で見ている方もいらっしゃいますけれども、ただそのコロナの感染症がもうコロナは大体10日ぐらい経てば人にうつすというリスクがこれもうほぼなくなるというのは見えてますので、じゃ あのそういった方についてはそのもちろんその人工呼吸器とかそこはきちんとした対処は当然した上で、そのコロナ専門病院じゃなくてもそこは元その人は例えば元いた病院からコロナ病院に運ばれてきて治療をしてるんだけども、もうコロナの感染性がなくなったんであればちょっと元の病院で見てください、そしたらこちらのベッドが空きますから、まあ、そういった全体最適必要な方に重症感染力があるコロナのやっぱり患者っていうのをコロナの専門病院でやっぱり見ていくということ、コロナの診る病院でやっぱり見ていくというその全体最適を測っていく、まあ、このことによって重症病床できるだけ逼迫しないようにする、その協力を病院全体で医療機関全体でお願いしますということの要請をしたということです。もちろんその背景には重症病床が逼迫しているというのは当然ありますけども、ただそれは、まあ、これまでの専門家の意見も聞いて僕自身が医療的知識なく判断したというわけではなくて、これは専門家の意見も聞いた上で、そしてこの組織として判断して、で発達についてはもう僕の責任のもとで医療機関にお願いしたということです。日経新聞ですけども、抗体検査についてなんですけど、結果をこうコロナ対策に生かすとおっしゃいましたけど、具体的になんかどういう形で生かせるのか、前回の6月の結果もどのように反映したかを踏まえておきます。やはりまずどの程度この抗体も足りているのかということによってですね、抗体が持たれるかは非常に少ないんであれば、やはりまだまだ感染急拡大する可能性もあるという備えをやっぱりしていかないといけないということにもなります。だからその方面での対策をすることになる。で一方で前回から比べて抗体を持たれている方がぐっと増えていたとするならば、これはある意味この無症状とか、まあ、軽症に近い無症状で、まあ、抗体が感染が非常に、まあ、伝播している状況の中で、そして今のような重症の状況があると、その分析ができますから、その分析に役立てていきたいというふうに思います。だから市中感染がどのぐらい広がっていたのか、いたのかということの分析にもなるというふうに思います。あとはそのこれからコロナの抗体検査自体も検査能力を高めていくというので研究もしてますから、まあ、それについての、まあ、医学的な検査の部分もあるというふうに認識をしています。他にございませんか。ABC の辻村です。先ほどの抑制の関係なんですけども、昨日の確保日の中で重症病床の確保数215を突破する前に、まあ、民間の方にお願いしていくというようなお話をされたと思うんですけども、まあ、今回のその要請もその215を超える可能性を見越してのお願いという認識でいいんでしょうか。うん、今個別にですね、その重症病床コロナの患者を受け入れていただける重症病床をもっと増やすということはできないかということも、まあ、215で計画数があるわけですけど、それとは違うところでの動きもやっているというのも事実です。でも昨日の陽性分にはそこは入れてないですよ、うん、昨日の陽性分ってメディアの皆さんに渡ってますか。渡ってないんですか。ちゃんと見られてないんでしょう。そこには今コロナ病院じゃないところでコロナ病院してくださいという要請はしてないですね、うんうん、ただ、まあ、元に戻るという意味の要請であるという
5つぐらい陽性項目があって、例えばその二次救急で救急搬送された人でコロナで判明、抗原検査でコロナって分かったときに、その夜間の調整、その夜間とかその時間帯によってはその救急病院でその翌日までに見てもらって、そこからこの転院するとか、そういうかなり実務的な話、とですね、あとはそのコロナが警戒した後に、転院する。これは先ほど申し上げた通り、大体これ発熱症状が出てから10日ぐらい経てば他人に感染させるという力はこれは収まる。これは僕が言ってるわけじゃなくて、専門家がそう分析して実はそういう病気ということだと認識をしています。そうすると、感染性も極めて低い状態になります。でも他の病気もあって、ICU に入って人工呼吸器がつながれているという状態もありますから、そういった感染性が低いくなった患者について、ずっとコロナ専門病院の ICU を使うんではなくて、元の病院でもともと通院とか入院してた人がやっぱり多いですから、元の病院で担当してください。あるいはコロナの重症病床の治療、だから感染性のあるコロナの重症患者を見るところは病床が空くことになりますから、その点についてご協力くださいということです。それから同じように、発症してずっと14日以降というか、認知が経って、非常に感染性が極めて低くなっている。でもその入院で一時的にその生活自立がなかなかできない高齢者の方もいらっしゃいますから、そういった方についてはもう療養病院の方に、転院を受け入れをお願いします。つまりもうずっと長い間もうコロナの患者としてはもう治療することもないし、感染性もないんだけれども、やっぱりその高齢であったり他の理由で ADL が一時的に低下している、生活自立が困難だという方がそのままコロナの病院にいるよりは療養の病院に行って受け入れをお願いしますというようなこと、そういった要請ですね。それで重症病床というのは確保されます。重症病床にもコロナでずっと感染性がない方はそのままコロナの重症病床で治療を受け続けるとすると、やっぱり病床が逼迫してきますので、そういったお願いをするということ。それからこれ重症に関わらず、新型コロナの入院の病床ですね、これは軽症でもいいので、軽症中等症、軽症でもいいので、コロナそのもの の入院の軽症中等症が充実してくると、重症病床の方もやっぱりこれは受け入れというか、そこの負担も減ってきますから、そういった今予定しているところ以外の、いわゆる軽症であったり、そういった部分についての患者さんを受け入れてくれる方は、ぜひ入院病床を入院を受け入れてください。その検討をお願いしますということです。だから先ほどおっしゃったのは重症病床ではないけども、軽症の部分とかで新たな受け入れを要請しているんですかといえば、その通りになります。これは重症対策というよりは、今計画しているところの病床をさらに増やしていきたい、もちろん重症も増やせるように増やってますけど、できるだけ病床を増やしていこう、そこにご理解をお願いしますということです。そういったそのあたりの要請を私からもしました。これは先ほどの質問にもちょっと絡みますけども、現在の重症病床の使用率、医療の逼迫体制を見たときに、やはりそのコロナの病院においては、そのもうコロナの病院で見なくても良くなった患者さんについては他の病院で受け入れていただくことによって、今度はその本当にコロナで新たに感染した方、結果まだ感染力がある方、そういった方を治療していくということにすることによって、医療大阪全体の医療資源の最適化を図る、これによって医療崩壊を防ぐということをやっていきたいという、そういう思いです。そういった要請も含めて、この重症病床の使用率を引き継いだという話になると思うんですけど、先ほどその民間病院にお願いするという話はちょっとお話があったかと思うんですけど、専門病院が7床あります。それをもっと増やすというような要請をしていくということになるでしょうか。その病床確保が増えたら、分母が増えたら分母が増えたということになると思います。
ただ今はまず215の確保、これはそれぞれの大きなコロナの病治療してくれている病院でお願いをしています。これは簡単にはいかないので、まずそちらにお願いしているということです。やっぱりこれはコロナの重症者を受け入れるというのは簡単なことではありませんし、コロナの患者さんを受け入れるというのは病院にとって簡単なことではないです。さまざまなダイパーと違って費用面とかいろんな設備の補助面とかそういったことはかなりも充実してますけど、やっぱり大切なのはお医者さん、看護師さん、人です。人の非常にまあやっぱ疲弊している中で最前線でやってくれてますし、そういった意味ではそこの重症病床とコロナを受け入れてくれている病院をがにお願いをして、支えるところも当然支えていきながらですね、お願いをするということをちょっと力を入れてやっていくということです。簡単にこう広がっていくものでもないと思いますし、そこは医療機関にとっては負担になるということも踏まえてやってますね。なので他の医療機関に要請をしたからといってすぐ広がるものではない。で、じゃあ治療している病院からしてもう他にどんどんやってよとかなっていくと、こういろんなこうあっちがやったらいいやんかみたいなことを言い合いになるとですね、これはもう収拾つかなくなってくるので、まずはこの計画でお願いして、その治療の能力もある力もある病院にちょっと心臓が重症してるしてるんですけどお願いしますということをやっていかないと病床そのものの確保が難しくなってくるので、そこにまず力を入れていきたいというふうに思います。今回の通知についてもコロナの病院以外のところに要請をかけてますが、趣旨としてはコロナ の先ほど申し上げた通り そのコロナで治療している病院の重症病床なんかもきちんと確保できるようにするということが今回の要請の趣旨です。後方支援をお願いしますということですね。まあ、そういう意味ではコロナ病院以外の病院に。すみません、議会の関係もありますので、あと1問ぐらいにしていただければと思います。最後に GoTo イベントの支援機関の活動の方で病院が病院に出てくるというのがありますが、かねてから大阪府内のイベントが全部の大切だというのをおっしゃって、このイベントに関する考え方は何か予兆がいいと思ったのか考えているのか。僕自身はそのイベントそのものでそのたくさんの要請が発生しているということは大阪でも生じではないですし、その感染症対策を取ってもう十分対策を取りながらされてますね。だからそのイベントそのものを何かこう自粛を要請するとか、それはもう特に特出しで大阪府でやろうということは考えてないです。もちろんただこれは国の制度ですし、イベントの規制なんかも国の基準に合わせて今大阪では進めていますから、だから国がその判断をしたということであればそれには当然従います。ただ大阪府から独自にこのGoToイベントをやめてくれと、そういうことを言うつもりはないです。本日政務に関する質問をされる方いらっしゃいますか。内容でしたらこれで確認次第終了いたします。